おはようこんにちは、メリーです。新しいダンジョン、新スペシャルダンジョン、期間限定6日間かな、西方の夜空、7日間か、探求の道、超絶地獄級の方にエドワード・エドリックで挑戦したいと思います。初見ではございません、行きていきます。このパーティー確実に勝てます、誓います、確実に勝てます。負けたら土下座します。あー、この組み方嫌い、この組み方嫌いなんですよ。最初ね、初見で行った時はボスにたどり着けず、ボス前が強いんだよね。ボスはね、攻撃受けないから強いのか全然わかんない。ボス前が強いのと、ここら辺のランダム、2回3回に対するランダム要素がかなり強いかなっていう感じがしますけど、なんか水もう1コンボできたらいいかなみたいな。 OK、 倒しはしたけど、このガムテープうぜえな。なんか新しいさ、新覚醒を生かしましょうみたいなダンジョンかもね。はい、来ました。昨夜か、誰だったかな、ここ。昨夜か誰かです。うわー、こうした方がいいよね。はい。いやー、俺、いいな、これ、組み方。めっちゃうまい。覚醒無効食らっちゃうから、ここは確実に追加攻撃が必須。遅延と追加攻撃と神キラーと防御ダウンがあればなんとかなると思います。あとコンボパがいいですね。こいつが、こいつかアポロだったかな、ここの要素がアポロ出るんですよね、めんどくさい。あー、こうします。もう1 OK です。アポロ出たら遅延打つで、メタはどっちでもいいです。もう、溜まってないけど一旦待ちます。まあ、今回ちょっと遅延使ってないんで、せっかくなんでね、まあ、使っていきましょうか。で、まあ、こいつで、使わなくても神キラーだけで抜けるんじゃねって思うんです。思うでしょ？思ってください。あのね、抜けないから。あ、コンボが。抜けなかったんですよ。いや、6号2体詰めれば多分いけるけど、でスキブの関係上で闇アテナも入れたりしてる。ね、余裕でしょ。2018年もね、エドワード・エルリックが強いからね。これはね、絶対周回する価値があるんで、ぜひね、周回できる方、ちょっとスタミナ99ソロ専用でね、ちょっと厳しいものはあるんだけど、ぜひぜひ。あ、あとトレードできるんですよ、これ。どうしたらいいかな。入手順にしたらいいか。多分、入手順でなぜ出ない。どこ行ったのじゃあ。え、入手順で出、あ、なんか、え、フィルターかかっ、なんで、あ、そっか、トレードに出す、ちょっとごめんなさい、今完全にミスったね。トレードに出すの入手順にして上の方から下がればいいのか。ちょっと普通のボックスとミスってたわ。めっちゃ出せるやん。あったあったあった、トレードに出せるんですよ。だから、あの、もしね、クリアできない方は何がいいかな何がいいかな、こんなんとか、こんなんとかと交換してもらってください。ではバイバイ。